ノーミルク佐藤です。いや、今日は浦和レッズの遺跡関連の話ということで、この夏に今起こっている、まあ、これから起こるかもしれない話も含めて見ていきたいなと思いますけれども、まずこれね、え1ページ目見ていただいていると思いますが、アウトのところからですね、確定の方、そして噂の方という方いらっしゃいますけど、ザイオンくん、松崎くん、あとはリンセンさん、シャルクさんをちょっとまだ決まってるわけじゃないけど出ていきそうな感じがあって、あとは犬飼いさん、モーベルグさんという形になっております。まず6人ですね。 ま、松崎選手と犬飼選手はすでにもう、ベガレタ仙台だったり、柏レイソルだったりでも出てる形になっていて、ちょっとね、仙台の方はま、松崎さんどこ、ちょっと関係なくっていうところで、今はちょっと苦しい時期過ごしてる形はあるのと、ただ、レイソルの方は、ちょっと変化がすでにあったかなってところなので、レイソルはね、ここから残留争いから一個、また上に上がっていけるように、そこのキーマンと犬飼選手はなってい感じはあるのかなっていうふうに思いますね。で、リンセン選手、シャルク選手は、 ちょっと現状で考えると新しい外国籍選手の噂もありますから、あとはやっぱり川崎のゴミス選手がやってきたなんてことを考えるとね、あのー、ちょっと ACL にも強い外国籍選手が欲しいんじゃないかな、みたいなことを浦和レッズのね、サポーターの皆さんは今思ってらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、ただそれ考えると、じゃあその ACL で結果残したもうメルクさんがね、えー、ギリシャ行っちゃったっていうのはちょっと悲しい悔しいところはありますし、なかなか今シーズンはハマってなかった新監督、うー、スコレゼさんのところにはハマらずという形もあったし、あとは契約期間の間、 はねギリシャ行ってって形になると思うのでもう次裏はをもう1回見れるってのはちょっと難しいかもしれないですけど僕も、ちょっとあの浦木さんっていうところでねモーベルグ選手についてお話しさせていただく機会もいただきましたからその選手がちょっとまた見れないっていう風になるのはちょっと悔しい悲しいところはあったりするんですけど。 またね、その代わりただ新しい選手がやってくるんじゃないかと思うので、それはちょっともう数十秒後また話したいなと思いますけど、あざサイオン君ですね、えー、ユナイテッドから話があったっていう旨はもう本人の口からも語られたところですけど、これちょっと僕違う動画というか違う、えー、チャンネルのところで、ちょっと番組呼ばれまして配信終わってすぐってところで撮ってたんですけど、なんかそのね、番組終わってスパッとこう、ツイッターですか ?X ですか見てみたところ、 クルトワさんがレアル・マドリード、ちょっと今シーズン厳しくなっちゃったんじゃないかってぐらいの大怪我ということで、もしかしたらタイミング違ってるか、もしてか、なんなら、まだヨーロッパ史上動くんじゃないかってところがあるので、もしかしたら、日本人選手が、まあ、財運官もシートトローで決まりましたけど、他の選手、また、何か変化あるかもしれませんね。っていうアウトは、まあ、さておき、 ま、ここからはちょっと、インの話の方もしていきたいなと思います。え、インの方で言うと、現状で言ったら、え、中島翔也選手、そして、え、宮本優太選手、安部宏樹選手が、 ま、加入というか、復帰というかな感じになりましたね。まあ、順番で言うなら、まずは、ベルギー2部レインズに行ってた宮本裕太選手が戻ってきて、まあ、ビサイドバックですね。えー、ということになりまして。あとは、ま、だいぶ沸かせましたけど、安倍選手、中島選手、まあ、この中でも、中島選手はもうすでに出ましたからね。 えー、J リーグ3週間ぐらいちょっとお休み期間、J1 ありましたけれども、再開初戦というところでも既に出たというところがありました。ただ、ちょっといろんな情報を僕も、ね、知ったところではあるんですが、安倍寛樹選手はもうちょっと時間はかかるんじゃないか、まあ、なかなか、ね、2年間ぐらいは公式戦に絡めていなかったって、まあ、怪我とか、ね、コロナウイルスの感染とかもありました大変な時期過ごされていたというところがあるので、強度面のところ、おそらくは向上していかなきゃいけないんじゃないかって話が今、あってますね。 えー、多分テクニック、その技術面で言ったら問題ない部分もあるんじゃないかと思いますが、それでプラス試合に出ることも全然あるんじゃないかと思いますけど、多分その試合に出すっていう観点の時は、強度面の向上にもちょっと使っていく形になるんじゃないかと思うので、なかなかこうう戦力化するっていう意味だと、もうちょい時間がかかると思っていただいていいんじゃないかなとは思います。であと、まだこう来てはないですけど、えー、エカニット、パンヤ選手。 まあ、タイはムアントンからですね、やってくることになりますけど、まだ確か来られてはないはずですよね。まあ、中盤2列目のところに加入する選手にっていうことになると思いますけど、おまあ、安倍選手、中島選手、パンヤ選手ってところが、まあ、いわゆる変化点ということになるのかなと思いますと。で、ただ、まあ、先ほども言った通り、川崎フロンターレンね、ゴミス選手がやってくるっていうところも含めて、裏を既に2025年のクラブワールドカップ、 もう出場権を獲得しております。えー、ほんとね、えー、先日の優勝本当におめでとうございました。で、次、えー、2025にクラブワールドカップに出て、そこでクラブワールドカップのグループステージ突破すればってことを考えると、やっぱ数十億円貢献すると手に入れるんじゃないかって話になってたりしますけど、まあやっぱり一番はね、えー、クラブワールドカップの前に ACL 連覇して、リーグでもちゃんと結果を残してってことが全てだと思うので、リーグでも戦えるメンバーってところもそうですし、あとは、 ACL でしっかり結果を残すメンバーがやってきてくれれば嬉しいよねって感じになるので、もしかしたらと思っているのが、僕はその裏木さんっていうところでも、えー、だいぶいろんな人をリストアップさせていただいて、なんかリストアップさせていただいたうちの一人なんかはね、えー、ラツィオに行っちゃったり、川田大地選手一緒にこれから共演なんていう人も出てきますけれども、もしかしたらそこで話した選手がどなたか、または複数やってくるかもしれないなって話が。 あるかもしれないので、それはちょっとこちらの動画ではなかなか触れないですけども、うらぎさんっていうところのチャンネルの、えー、6月ぐらいかなにちょっとお話させていただいた内容、これ見るわかでも後半戦っていうところで出させていただいてるので、えー、両方ともの動画まだ見てないよって方は、もしくは見たけどちょっと内容忘れちゃってよって方は、それでは見ていただけると嬉しいなと思います。さて、うらわのまとめでした。ありがとうございました。またね。